ルアーの方が、3人来られてます。昨日と2日連続でメジロが上がってますので、可能性がありますが、ちょっと風も強いです。雨は今のところ奇跡的に止んでます。メジロもうちょっと天気マシになれば飲ませ釣りでも面白いと思います。小サバとカタクチイワシが多少戻ってきてますんで、青物の活性も上がってきたかと思います。ダブルアイナメの進行、ハネチヌ狙います。海は今日は風が強いんで、入り口付近一番奥まったところで漁してますわ。多分、カタクチイワシと小サバだと思います。湾岸線の下は、お一人浮かせ釣りの方がいらしてます。雨がしのげて風もここ当たらなくて快適です。西の宮浜側は今日はいらしてません。湾岸線の下は、お一人浮かせ釣りの方がいらしてます。雨がしのげて風もここ当たらなくて快適です。西の宮浜側は今日はいらしてません。チヌハネ以外に、グレと、アイナメシンコとか出てきてますので楽しめます。水道側です。釣り人の姿は見えません。こちら側も橋の下はなんとか釣りになりそうな感じです。旅の長官と合わせて狙ってみたいと思いますよ。総合公園の前の水道の、一番近い橋の下です。お一人来られています。ルアーとサビと浮き釣りと長官はこれからとのことです。快適です。ここ風当たってません。